こちら、サミさん、英文法の時間がやってまいりました。本日問題はこちら、10秒間でお願いいたします。さあ、正解は、まあ、C か D ですよね。じゃあ A とか B とかはなぜダメなのか。もちろん空所の右側、動詞は was、 B 動詞でございますので、後ろに補語が必要ですよね。じゃあありますかと言われたら、10 years ago or 往復し。ですから補語がないんですよね。で、この観点から選択肢の A、 まあ who は主語なしの時で、選択肢の B、 who は目的語がない時ですね。で、残った選択肢の C と D、補語なしの時に使えるものは、正解は D ですね。というとですね、先生、what he was。まあ、今回10年前と書いてますから、10年前の彼。なんかそういう表現あったような感じがするんですが。という方のために下にまとめておきました。what 主語 B 動詞。で、皆さん例文もご覧くださいね。現在の彼。今の彼。その今の彼があるのは彼女のサポートのおかげ。さあ皆さん、この下の例文は正しいんですが、皆さん、この上の文章ですね。ここにファットを入れるとダメな理由はわかりますか？もちろんヒントは品詞。で、皆さん下に戻しますが、おうという他動詞がおりますので、後ろは目的語。で、目的語と言われたら名詞ですよね。そうです。ファット主語 B 動詞を使いたいときは名詞。じゃあ、今回の文章、選択肢の C、ファットを入れてしっかり名詞の働きをしているかどうか。ということで、皆さん空所の左側をご覧ください。もちろん B 動詞 is が使われておりますので、前後は SVC。ということで、皆さんここで第二文型完結してますよね。ということは空所の右側は M、 つまり就職後のことですが、皆さん品詞で言うと形容詞もしくは副詞、これだけでしたよね。ですから形容詞もしくは副詞の働きしか置けないのに、選択肢の C、 what he was、 名詞として働く what he was、これを置くわけにはいきません。ですから以前からちょくちょくお伝えはしているんですが、皆さんこのファット説、名詞としての働きがあるんですよ。まあ、そこまで見えてる方はいいんですが、ああそこまで意識してませんでしたという方は再確認をお願いいたします。では画面を書き換えますね。さあ、復習しやすいような画面に書き換えました。スクリーンショット姿はどうぞ。では画面の右側ですね、皆さんの指の上で隠していただいて、で丸1番に入り動く、それをスラスラ言えるよう活用なさっていただけますと幸いです。ということで、チャンネル登録もよろしくお願いします。